こんにちは、にじこです。風さんからのインスタストーリーね。こちら白いタオルかぶってますね。あれ、いつもと色が違う、漂白したってことはないよね。なんか白いタオル、お初ですが、なんかこうタオルをかぶりたがりな風さんですね。安心するのかな。なんか頭にね、こう毛布をかぶったりとかで安心するって人もいるしね。なんか幼少期のなんかその名残みたいな、わかんないけどね。でこのスマホもこれ iPhone ですね。白い iPhone、 なんかお初ですが、ステッカーも気になるすいませんね。いつものタオルどうしたんでしょうね。お姉様が使ってて、お母様が縫い合わせてくれたという、もう穴が開いてかなり使い込んだあのタオルね。ちょっとお休みしてんのかな。でこちらデアムの MV のね、一部がこう上がってたんですよね。なんで今デアムなのと思ったんだけど、どうも MV 配信から1周年ということで、9月30日。ねえ、かっこいいねこれね。本当にこのデアムはティーザーで私はもう膝から崩れ落ちたっていうその興奮のレポの配信もありますが、恥ずかしいぐらいなでも本当にね、このね、襟を直してるこれスタイリストさんね、まあお仕事なんでね、あれですけどねえ、もうバキバキのかっこいい風さんですよねこれはね。でね、1周年、こういうのをね、風さんでも普段そんな何周年とかでね、なんか自分で何か表現したりしない人ですけど、どうしたんでしょう。何か特別な思い入れがあるのでしょうか。他に意味があるのでしょうか。風さんのみぞ知るというところですが、まあでも1年も経つなんてね、早いですよね本当にはい、そしてですね、なんか9月の24日になんか木場のビーガンフェスに風さんが出現したということで、なんか X、 ツイッターの方、旧ツイッターね、 X、 あ、これね、私が X に上げたものです、コラージュしてそう、いろんな人がね載せてましたよね。なんか写真撮ってもらった人がいるみたいで、何人か写真いいですかって言ったら、もちろんって言って気さくに撮ってくれたってね。お店の人たちと撮ったのもあったし、お子さんとかね、いろんな方と撮ったみたいでいいですね。もうそして風さんがもうこれでもかっていうぐらいラフな格好をされてて、もう後ろ姿の写真もありましたけれども、まあ、私の X の方に行っていただくとタイムラインにいっぱい上がってますんで、よかったら見てくださいで、あれです、あ、いっぱい上がってない、一つ上げたんだ、そうそう、リツイートしたんでね、あ、リポストか、そう、それで、そうそうそう、まあラフなんだけど、まあ一目で風さんって分かりますよね、やっぱりね。後ろ姿でも分かるなと思って、ズッツさんと一緒だしね、ズッツさんももう後ろ姿でも分かるなと思ってねえ、それでね、なんかやっぱりね、あ、風さんだっていうんでね、こう人だかりができたみたいでね。でそのシーンなのかな、なんか風さんが恥ずかしそうにペコーとお辞儀して立ち去るっていうシーンがインスタに上がってたんですよ、どなたかが上げてらして。でそれがねおかしかったんですけど、なんか本当に90度のもうペコーってお辞儀して、風さんがもう恥ずかしそうな顔して、失礼しますって感じでね、こう立ち去るんですよ。でね、ズッツさんはねその先を歩いてて、そんな風さんをチラ見してさっさと歩いていくんですよ。それが私結構つぼってしまって、で風さんがね後ろからちょこちょこ走るみたいなね、なんかこんなね、もう世界の風ですよ。なんかマネージャーね、ちゃんと守ってね、ピタッとくっついてるみたいなイメージがあるんですが、さっさと行ってしまうっていういやそれがいいんですよ。ね、本当になんか
リラックスした感じでね、お二人とも、二人だったのかな、コバさんもどっかにいたのかな、なんかすごくリラックスされてて、なんかね嬉しいですよね。あのやっぱりそのオフはオフでちゃんと楽しんでほしいですもんね、でやっぱり風タリアンは、風さんのファンは本当にわきまえてらっしゃるんで、あの無茶なことはしないみたいだしね。そうね、いや本当に、アップしてくださった方に感謝です。オフな風さんが見れて、ズッツさんも見れて、もうねズッツロスっていう言葉も聞くぐらい、ズッツさんもね全然音沙汰ないと、ちょっと寂しくなりますよね、はい、でね、そうそう、そしてね、サラショマさんがねこんなコメントで教えてくれたんですけど、風さんがすごい、あのビルボードの記事のことね、一個前の配信で私も、お伝えしたんですけども、あれが本家本元アメリカ版のね、英語のアメリカ版のビルボードの記事に、風さんの記事にその次に並んでるのはエド・シーラン、2つ後にはテイラー・スウィフトの記事だって。すごくないですか。エド・シーランとテイラー・スウィフトと並んでるっていう、同じ並びにあるわけですよね、すごいね、本当に世界の風ですよ。もうね、なんかこれ見て私は本当に、もう本当にもう普通にもう知れ渡ってるんだなと思ってね、なんかいつかは海外、いつかは世界にって言ってたのが、もうあっという間に、あっという間に、あれよあれよという間にね、本当に世界の風にもうなっちゃってますよね。だから多分アメリカでコンサートやったら、もう相当な人たちがねいらっしゃるだろうなって、これも抽選になるぐらいなのかなとか、もう勝手にねコンサートやる体でね想像しちゃったんですけどね、すごいですね。いや本当にもうだから、もうこのくらい、そのテイラー・スウィフトとか、あのエド・シーランと並ぶぐらいなところにいる風さんなんだけど、だけどオフになると電車は乗るわ、あんなラフな格好で、ね、公園のフェスに行くわみたいな、そういうのがいいですよね。だからそうやってねこうバランス取ってるのかも。なんかオフはオフで、もう完全にオフ、もうただの藤井風、ただのっていうか、その人間藤井風としてね、アーティストとかそういうの全然関係なく、なんか楽しんでるっていうのがねいいなと思って、だからずっとそういう風にいられるようにね、だったらいいなと思って、なんかね、マイケルなんかもうプライベートもなかなか大変だったけど、そうじゃなくてプライベートはプライベートで本当に自分らしく風さんが振る舞えるようなね、そんな風だったらいいななんてね、キバのフェスの風さんを見てて思いましたね、はい、ということで、もう本当になんか風さんがちょっとインスタに載せてくれるとこんなにウキウキするのかって自分に笑えますけども、でも皆さんもそうですよね。何にもないと寂しくってね、ちょっとストーリーに何でもいいからあげてくれると嬉しくってね、可愛いね私たちはい、ということでね、今つかの間の休息なのかな、風さんまたきっと動き出すと思うんですけども、まあどうであれ、本当に風さんが楽しんで幸せであれば、それが私もハッピー、みんなもそうですよね。私たちのハッピーは風さんのハッピー、はい、そんなこと思いながら、もう感謝の思いが溢れ出て止まらないです私。もうそんなね企画もねしようかななんてふと思ったんですけどね、どんな企画かよくわかんないですけど、はいはい、ということで今日もありがとうございました。いつも皆さんコメントたくさんありがとうございます。本当に何度も読ませてもらってます。はい、ありがとうございました。ではまた。